どう見ても中国マフィア。高校時代中華料理屋さんでバイトしてたんだけど、そこに料理長のワンさんがいた。とてもいい人で、仕事も誠実にやっててかっこいい人だった。ある日学校帰りに電車に乗ってると、私ちゃんと声をかけられた。よく見るとマトリックスみたいな格好をしたワンさんだった。マトリックスみたいな格好の内訳は、黒のズボン、黒のロングコート、黒のタートルネック、黒のサングラスでした。どう見ても中国マフィアです、本当に。その後ワンさんは帰化して山田さんになったのだが、みんな今まで通りワンさんと呼べばいいのか、新たに山田さんと呼べばいいのか少々戸惑った。そういえばワンさん婿養子らしいです。私婿養子だから奥さんに頭上がりませんと言ってた。私がどっちで呼べばいいですかと聞いたところ、ワンでも山田でも私は私ですからと爽やかに去っていった。すごくかっこよかったが、どっちで呼べばいいのかわからなかった。結局みんな今まで通りワンさんと呼んでたけど。ちゃんと覚えてるよ。仕事で自社のレトルトカレー工場に行った時のこと。この工場では始業前にラジオ体操をするんだが、見てたら一人だけ動作が面白い人がいた。ちっちゃくて丸っこいおばさん、メリーさんっていうパートさんだった。メリーさんはフィリピンから日本に嫁いできた人で、その工場で働き始めて3年くらいらしい。日本人なら誰もが体で覚えているラジオ体操だけど、メリーさんには異国のもの。見よう見まねでそれっぽい動作はするものの、やっぱりよく分かってないらしくて、手の振り方とか指先の動きが妙にバレエっぽい。以前このスレかどこかで読んだラジオ体操は外国人には踊りに見えるって話を思い出した。でもちゃんと覚えてるよって言いながら一生懸命に踊るメリーさんが可愛くて和んだ。その後研修というか体験学習みたいな感じで自分も少しだけ生産ラインに入ったんだけど、メリーさんがちょっとたどたどしい日本語でいろいろ教えてくれた。その時はコンベアの上を次々流れてくる器に計量した肉を入れてくって作業をしてたんだが、慣れてないしコンベア結構早いしでかなりテンパった。メリーさんとは隣に並んで作業してたんだけど、いろいろフォローしてくれてありがたかったな。たまたまメリーさんと同じ器に手をかけてしまった時はこっちが慌てて謝ったら、同じ気持ちねって笑ってた。この時自分はミスしたと思って謝ったんだけど、同じ気持ちねって言われたらなんか楽しくなった。こういう明るくポジティブな考え方ができるから外国に嫁いても頑張って働けるんだろうなと思ったよ。メリーさんは今月からパートさんたちの副主任になったって工場長から聞きました。